を作るスペシャリストの藤枝良一さんで。お、来た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 。ウミンチュ三郎さん、This is ウミンチュって言われるぐらいのすごい人がいるぞと。どっちが重い大きいマグロを釣り上げるか、それだけの勝負ですね。重いマグロを釣り上げた方が勝ちと。素潜りをスポーツとしてやってる人がいるんですけど、国際スポーツでスピアフィッシングっていうんですけど、で基本的には制限時間が決まっていて、総重量でそれをポイントに計算し直して、勝敗を決めると。まあ大間のそのマグロ漁師さんのプライドっていうのは、それをまず感じて、でまあそれから徐々に口説いていって、で挙句の果てには「なんだよお前海外行けって言うのかよ」ってましてや人の船で、まあ、自分の道具は持っていくとしても「お前ふざけてんのか」ぐらいなこと言われて、口説くのにほんと3ヶ月、まあ通いましたよスナックに。興味はあるさと、最初からちょっと興味はおありだったんですね。けどもわしはもう63になってしまったと、もうちょっと早くこの話持ってきてよっていうところが最初にあったんですね。今の三郎さんがどれだけ世界にその大舞台に打って出られるのかっていうのを、まあこの番組を利用して試していただくっていうわけにはいきませんかねみたいなことで、口説き倒し、一晩夜が更けるまで酒を飲み泡盛を酌み交わしで、分かったじゃあ出ようかっていうことなんです。日本最強漁師かっこいいっていうふうに、そして現地に行っても現地の方も感じるんですよ。その勝負でマグロに対する思いとか魚作る思いとかっていうところをこう見てもいただきたいなと。で魚が取れるかどうかなんてもう本当天の恵み物でしかないですから、取れなきゃどうしようっていうね、もうその重大なプレッシャーと戦いですよね。相当プレッシャーは半端じゃないですよ。いやもう漁師さんの方がそれはプレッシャー感じてますよ。けど我々も「お前取れてくれ」っていう。